沖縄カラスゲハ沖縄カラスアゲハ沖縄カラスアゲハは、蝶目アゲハ蝶カアゲハ蝶属に分類される蝶の一種で、ニア種に分類されている。以前は、カラスアゲハと同種と考えられていたが、交配実験やミトコンドリア DNA 解析の結果から別種であると考えられている。しかし、研究者によって、バイアナーのア種とする場合や、クアンシス不常化、 1975とする場合がある。形態はカラスアゲハやヤエヤマカラスアゲハと比べて、羽の形が四角い感じであり、羽の表面の色はより暗く地味で、講子に散らばっている青色ウロコは元半分の実に見られ、外半分にはほとんど見られない。しかし、講子の青色玄月紋赤色玄月紋はよく発達している。オスとミスでの羽の違いは、 カラスアゲハとほぼ同じであるが、性表がより発達している。オスは前子の下部に暗色で長毛のビロード状性斑があり、メスにはこの特徴がない。また、メスはオスに比べて、地色の黒色部がやや淡く、縁側はより黄色を帯びる。講師の赤色原月紋は、他のアゲハ類と同じくメスの方がよく発達している。アモミ群および、 沖縄諸島に分布している。生態は3月上旬から下旬が第一化の最盛期であり、それ以降は10月中旬から下旬までに年4回発生すると考えられている。成虫は林園、林道などを飛翔し、ハイビスカスなどに訪れる。幼虫の植草は沖縄諸島では浜仙卵、奄美群島では浜仙卵、カラス山椒が報告されている。 カラスアゲハと沖縄カラスアゲハの交配実験では、その雑種はオスメスともに生まれたが、オスには生殖能力があるが、メスにはないという、以下のように分類されている。沖縄カラスアゲハ原名アシュパピリオオ縄キナウエンシス、沖縄エンシスフリュースターファー、1898、沖縄諸島。表面色彩はアマミ群島産よりも青色が弱い。 全尻面白帯はほぼ平行でミヤマカラスアゲハに似ている。全尻面の紅白帯は鮮明でほぼ同幅であり、外縁と平行に走る。甲子外縁を入部。沖縄カラスアゲハアマミア種、パピリオオキナベンシスアマミンシス、アマミグン島。表面色彩は沖縄諸島産よりも青色が強い。全尻面白帯は大きく発達している。 メスの格子標積食源月門は強く発達する。ありがとうございます。